格闘技、ワンフライデーファイツ81、27日、タイルンピニースタジアム、タケルが単人とフライ級キックボクシングルールで対戦し、1ラウンドにパンチでダウンを奪われたものの、三日月蹴りで形勢逆転し、2ラウンドにパンチで慶応勝ちを収めた。2戦目でワン初勝利を挙げたタケルは、最高に嬉しい。やっとワンで勝てました。勝ったのが1年半ぶりなんですよ。 だから嬉しさが違いました。勝ったことだけで本当に、本当に嬉しい。ギリギリの判定でも勝ちたかったのでと打ち明けつつ笑顔。1ラウンドのダウンをフラッシュダウンみたいなものであまり聞いてはいなかった。ちょっとびっくりしましたね。思ったよりスピード高くて、と振り返り、おかげで盛り上がる試合ができたので、観客への良い挨拶になりましたと笑い飛ばした。 試合の鍵となった三日月蹴りは狙っていましたと言い、意外とリーチが長くて最初入りにくくて、なのでコンパクトにって感じでしたと試合中に修正したことを明かした。KO 勝利後は大歓声を浴び、ワンルンピニーの雰囲気はめちゃくちゃ異様というか、それは盛り上がる試合出るよねっていうお客さんの熱でした。最高ですねと、興行の雰囲気にも好感を抱いたよう。試合後は、 一度は対戦が予定されていたワンムエタイ世界フライ級王者ロッタンジットムアンノンがリングインし、フェースオフ。ついに対戦の機運が熟し、タケルはやっと向かい合えたなって。前回はロッタンが怪我をして流れちゃったので、すれ違って、すれ違っていたのが、やっとこっちは準備できましたよっていう状態になれたと思いを述べ、ロッタン戦では格闘技人生で一番の打ち合いをしたいですね。 最高の打ち合いをして、最高の慶応を見せますと誓った。